二人の出会い、それはもうジェフだよね、はい、育成だよね、まだね、はい、高校に通いながら高知から出てきて、高知だよね、そうですよね、田舎門が出てってトップの練習近くでやってて、あ、寮も寮も寮になったんで、ジェフの寮、お前ジェフの前浜の寮で、前浜の寮で、はい、それで練習を育成でやってたんだ、育成でやってました、アンダー17、だから8です、今で言うと、ね、ユースなんで18か、いやいや覚えてるのは人数が足りないとトップの紅白ゲームとか怪我人が出ちゃって、はい、そうすると必ずサトシと山口監督とどうやって呼べばいいんだこれ、ね、もう名前呼んでください、もう監督と監督とっていうのおかしいもんな、はい、やっぱり、はい、サトシやな、そうです、サトシと阿部勇樹見たか、いやいないです、あれはもっと、ね、全然下3つ下なんで、あ、じゃあ俺はそうか、はい、永田は永田くんいました、永田いた、はい、永田か、僕の2個上なんで、永田くんはちょうど1年プロ1年目とかですね、あ、違う、1年目になった年か、俺も覚えてるのはそういうふうに怪我人が出たりすると紅白ゲームに出るわけよ、でそれが普通にやるから、そんなことないと思うんですよ、いやいや普通にやるからな、あ、やっぱり今もうレベル上がってきて違うんだなと思って、それで横パスを覚えてるのはサイドチェンジのボールとか高校生からぜ、プロに入ってボカボカ紅白ゲームでパンパンなんてやってっからよ、生意気だなこいつだと思ってへっちゃらでやってっからね、うめえなと思って、そうですね、得意でしたからね、ねえ、はい、そうだよな、さばきな、ボランチでな、まあ、うん、そうですね、好きでしたから、うん、俺その時もう後ろ下がってた、ボランチやってた、後ろでした、後ろでした、はい、もういぶし銀の後ろで金稼いでる時だな中盤の時はもう荒削りでいってたのに、いつから出た、もう出たよな、出たら高校にもうミシェルさんいなかったんじゃないですか、いなかった、いなく、うん、もうユースの時に一緒にやらさせてもらってて、高校2年の終わりなんで僕が出してもらったのは、紅白ゲームにはリトバルスキーとか、そうですよ、1年生の時、ね、マスルバルとかみんないただろ、はい、はいはい、1年生、すごいとこでやってたね、そうです、もうその時のことを考えるとすごい、はい、ちょっとラベルが違うよ、いやもうすごいなんかこう、はい、あの高校生が多分トップで一緒にやるってあんまりいなかったと思うんで、あ、日本、はい、だから今考えると当たり前のようになってますけど、右にリトバルスキー、左にマスロバル、そうですね、真ん中にパベル、すげえ、いやもうすごい良かったですよ、やっぱりね、憧れやったんで、あ、だから俺練習とか終わるじゃん、で普段ね、あのトップに合流してない時は、はい、でよく俺育成見に行ったんだよ、そうですね、眺めて、はいはいはい、子供連れたりリトバルスキーと2人でよ、うん、なんか言って日本の若いのはうまいなっていうような感じだったんだよ、そうですかね、リティが、はい、僕以外の人はもううまかったですけど、もう必死でしたよ僕は、あ、はい、もう田舎から出てきて、あ、そう、はい、誰も知らない中で、でもプロになりたかったんで、あ、はい、あれどういう決断で出てきたの、いやもう単純に高校選手権がやっぱ花があったんで、あの高校選手権に出たいっていう思いと、でもプロになりたかったんで、うん、ちょうど高2、うん、あ、中2の時に、中2から中3になるぐらいで J リーグができて、あ、でも、まあ、僕田舎者なんで地元にいればあの、まあ、サッカーがそんなに強くない土地柄なんで、うん、まあ、どっかに行きたいなと思ってたんですけど、うん、出なきゃいけねえなっていう、そういうまず一つ目の壁か、はい、あ、まあ、選手権、高校選手権選ぶのか、もうその時下部組織ってあんまりこう表立った感じでもなかったんで、うん、ね、未知なところがあったんですけど、最終的にはもう、まあ、家族と相談して後押しされてよっしゃって感じでしたけど、あ、まあ、何個かお話をいただいて、あ、でもあの自分が教わってた小学校の時のスクールの監督、その時の当時の監督さんとかが、まあ、古川電工と結構親交があって話もいろいろしてくださって、うん、で練習行かせてもらってっていうのもあったんで、あそこ意外と風呂がでかかったり、はい、サウナがあったり、はい、一つの大きな体育館が、そうですね、全部クラブハウスになってて、良かったですよね、すごいな、あれトレーニングもできるし、はい、いい環境に入ったな、いやいや本当にもうすごいわ、いや良かったです本当に、俺らの時なんてもう全然、俺ここ出身だからね、あ、こんな建物なんかなかったですか、まあ、全くない、もう掘ったて小屋だよほっもうプレハブの、しかもバタバタ風吹いたらバタバタいう、あの寒川の河川敷のさ、ここじゃな、まだ練習場もね、もっと
下の方だったから。風が強いですねこの辺。風強いし台風来ればグラウンドなくなっちゃうしよもうだって川かぶっちゃうんだから。そうですね、今もそうです。あの今のグラウンドも今もそう、1回だけ水没で僕が来てからですけど、それでもう台風来るとかぶっちゃってさ、はい、で魚さんが泳いでてまた魚さんも一緒に川に戻っていくみたいなよおいおいって、それで俺たちこんなことやって試合の大事な話してるのに新幹線が通るやもう何も聞こえなくなるしよ。見えてましたね、それね。イカノールとか昔の監督が怒っちゃったよ。うるせえなとかって、うるせえって言ったってしょうがねえだろ、新幹線は知ってんだからさ、これ新幹線かみたいなこれ見せてる新幹線かみたいな。今でもよくあの飛行機が飛んでますよ。今飛行機行くの、すごく。ヘリコプターとかでもいいとこですね。もう本当にいいとこですもん。本当に僕がここに来るなと思ってなかったですけど、本当にいいとこですね。なあ、驚いたね、ここ平塚ね。で僕が一番驚きましたけどね。あ、そうか、はい。どうですかね、逆にあの監督として客観的に見て、うん、今のあの湘南を。いや、いいよいい。勝てないんですけど、ちょっと勝ち方教えてもらっていいですかね、うん、点の取り方これ、まあこういうあれだからな、言うけど、素晴らしい、どこを目指してるかっていうのが、はい、だってこれも言えねえけど、そのトップトップっていうわけじゃねえじゃない、はい、そこはちょっと無理だな、はい、あの無理じゃないんだよ、無理じゃないけど、いやもうその通りだと思います。このチームがどこを J リーグの中でどこに貢献するかっつったら、やっぱこの幅だよな、はい、危ねえよっていうのと、いや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 上に食い込みますよみたいな、この幅で行くときにどうだ、インパクト的に何をスピードを持ってくるのか高さを持ってくるのか、アップダウンの馬力持ってくるのか、何を持ってくんだっていう、それがねえと、どんなに監督がこうだこうだっつって、あの中和させても、どこですかっていう、スライディング一つでもいいんだね、ディフェンスで強烈だなっていう、そうですね、そこは本当に思いますね。あのガンバの時みたいに俺が支えてやるよみたいな、そうですね、大好きなチームだよ、そうですね、バンバン行くし頑張るしよしのぐしよ。でもどこで違い見せるのかって話ですよね。インパクトっていうのは育てきれねえものがあるから、そこはでも言い訳にしたくないじゃないですか、うん、まあ、僕監督やからと思います。やっぱそいつのストロングっていうのはもっともっと持ち合わせるものやとも思うんで、うん、それをこう最大限に引き出していきたいんですけど、やっぱりこうインパクトまでいかないっていう、そこがなんかこう、もうその関係性とか補い方でなんとかならへんのかなっていうのはちょっとやってるんですけど、まだそこまでは確かにいけてないんで、うん、じゃあ相手をそれで上回れてるか、まあ、ちょっとずつ出てきたところあるんですけどって感じですね。マーチンのとかって素晴らしい、いいファートじゃん、あれね。よくなりましたね。あ、よくなって、だからあのタイミングで、まあここだけの話、例えば1試合に2本、3本はギャッと横にもう抜かねえでいいから横にかわしてドワーッっていう、昔はそっちの方が多かったんだよな、うんうん、私の時のファートっていうのはもうクーンと横に外してドガーンみたいな、あのガマさんみたいな。いや確かに、あ、原さんだってそうだったからね。綺麗になんかこ そうプレーをしようとするところがありますよね。そうなんだよな、今町の選手に関してはもうあるでしょ、あれ80?5、はい、ぐらい、 あるよね、あれで構えて、で物も持ってるからさ。そうなんですよ、ね、あとはその出し方だよね、強引さが、ゴーンといってドーンみたいにいくと、おお日本代表決まりっつって、うん、なるのにな。求めます、じゃあそれを。あ、いいね、そういうのが欲しいね。いや、じゃあね、引き出せれてないですね、監督が。監督が本当引き出せてないです。でもみんな今の選手は器用だからさ。器用です。上手です。うまいよね。はい、本当うまいですよ。うまいなと思って、ポストプレーも。いいのか悪いのか分かんないですけど。ね、ね、みんな上手です。体ねじ込んで打っちゃうみたいなさ。高原だって、うん、身体能力そうでもねえのに、ね、それでも行くじゃん。大迫だってそうじゃん。そう、それでも行くじゃない。欲しいですね、そういう選手を育てましょう。そう、ああいう選手たちをこう見てると、じゃあ湘南の中に誰だっていうね、杉岡、大岩、右に今誰ですかって、山本、太刀か山本ですね、太刀ね、太刀、はい、対山本、もう言うことには頑張るし、豆だしさ。そうなんですよ、ね、ラインの置きどころも、でもね、まあまあ、やっぱね、人がいいんすよ。
ミシェルさん後ろも人は良かった。いや俺も良かったいや良かっただろ人良かっただろ伊藤も良かったですけど、やっぱサッカーだったらもうちょっとやり合いじゃないですか。そこがねちょっとね優しいんですよ。まあ俺はもう最後注射打ったりしてやってたから坂倉と影山に行け行けってお前が行けって誰も言い返してもらった。でも行けってそうじゃないですか、うん、できなかったらやらすじゃないですか。今それもねあんまりね出してくれる、まあ、出そうとしてるんで弱いんですよ。もう自分できなかったら使えばいいのにって思っちゃうんですけどね。あれで晩年やってたもんな。そうです、もうこっちで参加しましたから。そうやな、はい、あれで業産稼いできたもんな。そう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 、残りの何年な、それしかなかったですけど。どっかやるとこないですかって言われてあったな、そういうの。そうだそうだそうだあれ何の時だっけ、どっかないですか、ミシェさんやるとこなんて聞いて。あ、ジェフの後ですね、それはね。ジェフの後ですね。あ、ジェフの後か。ジェフ満了になった後ですね。晩年ですね、もうね。いやいや、あるよなっつってよこれは決めなきゃダメだなみたいな一人で来てるんでしょこっち、はい、家族みんな向こうだ。まあ、あの長男が大学行ってますし、あの次男は寮なんでバラバラにならざるを得ない。次男何年いくつ。今高校2年生です。高校2年か。ガンバのユース行ってるんで。ああそうなんだ、はい、湘南のユースっていうのもあるんですけどね何もうじゃあ一人で V 見ながら家でやってんの。家ではねあんまりしないです。もうこっちで。そうだろう、はい、あのあんまりね家でそういうのをやりだすと嫌なんで、もう家で本当に何にもしてないですね。何にもというとあれですけど。いやその方がいいよ、はい、あんまりもう終わりがなくなった。そうそうなんです。僕はもう本当そんな感じでやらせてもらってますね。俺みたいに解説業だけど、いやそういうの好きだから家でやっちゃうんですか。ずっと見るとやばいことになるよ。もうずっと見出しちゃうじゃないですか。子供たちがちっちゃい時もなんかずっと家にいるのにずっと遊んでくんねえみたいなこうやってさでもまあ見るのも大事ですけど、なんかこう見すぎるのもなんか しんどいんで、まあね、監督業ってやっぱりよくあのペップがさ、グラディオラが買いねえって言うじゃん家に、はい、で奥さんが何回も迎えに来るって。あ、マジっすか、うん、僕考えられないですね。いいのが僕できないですね。もう終わったらすぐ帰りたいです、うん、だから彼もあのなんていうの、家に帰らないわけよ。クラブで全部やって、ああそうですね、で家は家で、そうしないとさ、だって左サイドバック中入れちゃうなんていうのはあいつの考え方、ね、すごいですよね、概念が。もうシステムなんかないんだよ、彼の頭の中には。ぐんぐん回っちゃってんだよ。まあ、俺はその時間飲みながら頭回してっけどよ。最高じゃないですか、そっちの方が最高ですよ。そっちの方がいいと思います。でもどういうふうに考えてるサッカー、例えば湘南のサッカーってどうやって考える。まあこれはまあいいのが僕のまあ捉え方だったんですけど、うん、まあ、湘南はすごく頑張るチームで、それこそ、うん、まあ、まあそういう頑張るチームっていうのはもうできたね、ここ何年で。本当にもう、ね、良さでもあるんで、ね、はい、ただその理由というか、なんで頑張ってるのかっていうところがなんかざっくりとしてたっていうのはすごく印象的で、例えばボール奪いに行くに対しても目の前のボール人に対して、まあ、アプローチかけろ、奪いに行き圧かけろってやってたイメージはあると思うんですけど、うん、で、まあ、攻められる時はまあ引き込んで、なんか結局その打つ切りでそれをやればもう頑張ってるっていう感じだったんで、まあ、僕の勝手なあれですよ、うんうんうん、そっからじゃあどうするためにサッカーをしてるのかなっていうところはまあ、みんなに伝えながら、やっぱ攻撃のところでの物足りなさは正直、まあ、カウンターとか、スピードアップして圧をかけるっていうのは良さではあると、鋭さっていうのはあるんで、じゃあそれ以外のところの考え方と持っていき方を、まあ、自分は、まあ、少し入れればいいなとは思いましたし、逆にそれをやることで良さがなくなるのも嫌だなっていう、ちょっとそういう感じではいましたけど。要は感覚的なところだ、その今貯めてとか、はい、それは個人のプレーの中でも、はい、今ちょっとこう、はい、いなして出せとか貯めろとか今行けとかっていう、はい、そういうあれが欲しいんでしょ。それもあるんですけど、僕のこの主観的な感覚を伝えたいですけど、うん、分からないじゃないですか、うん、その選手って、ね、だから全体の共有としてそれをどう捉えるのかっていうのは今やってるとき自分なりには伝えて、まあ、基準を作って、こういう時はそういうプレー、
例えば早く攻めるプレーであったり、そこはまあいなしながらやるプレーであったりっていうのを、まあ、相手もいることなので、やってるつもりではいますけど、それがこううまく全部がうまくいくとも思わない中で、まあ、ヒントを与えながらやってるっていうのが今だとは思いますけど、自分のことを言い出しちゃうともうキリがないっていうか、いやそうじゃねえ、こうじゃねえ、ああじゃねえって全部、まあまあ そ, ね、そこはあんまり気にならないんで、それをこう全体で共有して、なおかつそのさっき言ったように個人のいいところが出るようなのが一番いいのかなとは思ってるんですけど、だから今に選手たちに合ったものを作ってるって感じになる。そうですね。だってガンバと明らかに違うじゃない。はい、違います、ね、はい、貯めるところも、はい、あそこは個人で打開してくれるんだとか。そうですね。あくまで違うだろ。そうですね。だからその個人のところとチームのところとすごくグループっていうのはすごく難しくて、うん、俺それを言ってるのはインパクトなの。そうですね。その抜けたところの人がいないとそれ持ってくるのに苦労するだろ。いやそれは間違いないです、ね、例えば俺たちもリトバルスキーとかさ、マスロバルっていると、うん、もうこいつに預けて、ここで預ければ、ね、このクロスボールがもう絶対入ってくる、弾丸のように、チャーッ、あとはもう高いか低いか、うん、もうその勢いだからさ、そこだよな。それがあっと分かんねえな、分かんねえな、いけるいけるか、いけねえか、いけるかっていうと、そうですね、いつもだからこれをね頑張ってなきゃいけねえからね。そうですね、今はそんな感じですね、うん、本当その通りだと思いますし、そこなんだよな。そこはだから僕がもっと引き出してあげる、引き出しを増やす、アイデアを与える、あとは思い切りよくやらせる、もうそこに尽きる。なんかこう能力がこう急にクーンとなることはないんで、うんうん、まあでもすごくポジティブなメーカーにはなってるとは僕自身思ってるんで、うん、まあ、それを追求しつつ、その最後のそのストロングのところをどうつけていくかですね。あの指導者カンファレンスとかさ、はい、いろんなとこ行って、これサトシだから言うけど、一向に出てこねえのが攻撃のコンビネーションなんだ、話が、うんうん、え、なんでって俺絶対に自分が指導者で、俺一回こう同じ三浦俊也っていう同期のやつと喋ってたんだけど、はい、俺やだやだ、俺守りなんか教えんねん、もうそういうことをやらせてもらって、俺攻め教えるから、はい、絶対に、ま、攻めのコンビネーションが俺いくつか必要だと思うんだよね、はい、あのあそこを崩していくには、はい、ペナの角使うのか、はい、ね、それとも2人で使うのか3人で使うのかとか、あの中に起点作るのか。この間よくポケット使ってたね、あそこに出ていって。でもそこは本当にもうずっと言ってるんですよ。あ、そうそう、この間よく出てたね。あのこれはもうカットですよ、絶対、うん、絶対カットですよ。誰が何ゴールって計算さ、じゃあ町野はもう10、2桁は必ずとかさ、ね、だから今年は大橋も2桁いってほしいっていう思いもあったし、 あとは中盤で点が取れてなかったんで、うん、中盤の3人プラス大外の、まあ、中盤でやっぱり10点ぐらいいってほしいなっていう思いは、うん、後ろは3点からまあ5点ぐらいだと思うんですけど、うん、いかんせんこの中盤の選手が点取れてなかったんで、うん、まあ、あとはウィングバックですよね。ウィングバックはやっぱり点を取れてないんで、生涯あんまり取ってないやつらばっかで、うん、今まで J リーグで点を取ったことのない選手が多いんで、そこに対してやっぱり欲を出させることと、どういう時にその可能性が生まれるのかっていうのは練習の中で、だからそういう時はもう形じゃないと、取りに行きたかったら行けと、うん、取りに行きたくなかったら行くなと、うんうんうん、っていう話はして、まずそういう感覚というか、行きたい、行ってもいいんだっていうところを本当に求めてる感じですね。だんだん近づいてきたんですけど、うん、まだゴールにはなってないですけど、3バックの一人の運び方とかね。そう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 、ね、本当そう。そうだよな。やっぱ3バックでいうとこの脇の2人がキーマンキーなんで、うん、これもうちょっとボールを動かしてほしいっていうのは正直あるんですけど。そうだね。俺リトバルスキーに言われたもんな。リティとか後ろからガンガン来られたりなんかすると、どうしてもセンターバックの1枚が必要なわけよ。シャーなんつって、もうすぐなんだよって、ここへ覗いてこいよって。でもそれ使って俺に出さないんだよ、ね、俺を使ってグーンって言うんだよ、ふざけんなもんな。でもそういうことだよね。そう、いや、そういうことだと思います、ね、うまいんだよ、そういう運び出しだとか。やっぱ後ろから湧いてくる方が、前から降りてくるよりかは、いや、相手からしたら嫌だ、めんどくさい相手はね。僕はそこは結構こだわりあるんで。あ、やっぱりそうだよな。そうなんですよ、前から降りてこられてボール触って何してんのっていうのはちょっと
大岩だっていいフィード蹴るしね。よくなってきましたけどね。よくなってきたよ。まだまだですよ、でも。まだまだか。うん、これこの間左に。これはカットしないでくださいね。まだまだですよ、ね。もう、パーン左に行った時は、おー、そうですね、よく蹴れる。あれ、ジェフいたもんな。そうですね。うん、成長したよ。みんな本当によくトライしてくれてるところはあるんで。ね、僕自身はすごくこうやりがいと、なんていう、ありがたみと、うん、まあ、期待感と、あるんですけど、やっぱり2回戦こう勝ちにつなげられてないので、なんかこう申し訳ないなっていうのは常々あるというか、で選手はやっぱり勝てないと、なんていうんですかね、もどかしさも高まりますし、まあ、できてる反面勝ちたいって思いも強くなるんですけど、一つ勝ったっていうところの方に、勝ちの方に転んでくるとちょっと勝ちやすくなるんだけどな。もう本当そこは我慢だと思うんですよ。我慢だと思うんで、まあ、この間のルヴァンのフロンタレ戦もそうですけど、あれ0-0か、0-0で、でも今日も朝選手に言ったんですけど、やっぱりそれで満足してたらダメなんで、勝たないとやっぱり評価されないんでっていう話は、でもね、僕はすごく認めてる、その成長があって、例えばその前の試合の課題があって、それを表現したフロンターレ戦だったんで、まあ、それはそれですごくいいんですけど、うん、やっぱ勝ててないっていうのをやっぱ突きつけないといけないっていう、この自分の複雑というか、本当はそれができて勝つのが一番ベストじゃないですか。そしたらもう万々歳ですけど、やっぱ勝ててないっていうところに対してやっぱり向き合っていってほしいっていう話はちょうどしたんですけど、でもまあ良くなってるんですよ。だからなんかこう難しいっていうか、うん、やっぱり森保監督が言ってる同じで、このところでこだわり持ってほしいな。俺は左のクロス上げさせたらすげえんだとか、ねね、うん、右はこうで突破型とかさ、そういうのやっぱりちょっと持ってほしいよ ね, そのね、足が速いだとかでけえとかっていうのはもうこれ生まれつきで、うん、トレーニングねで補える、まあまあ全て補えないじゃない。でもそういうインパクトっていうのは出せるもんね、自分のね。出さないとダメですよね、やっぱり、はい、それをやっぱ見に来てくれてる人がいるんで、 そ, う、ね、それでプロになってるんで、そういう感じのところに意識して全体でやりながらもそこを出していくっていう、湘南にはそうやってなってきてくれと、そうですね、やっぱり一つ二つ勝ち始めるよね多分。僕だから湘南選手には、すいません、あのみんな点取りたくないのって聞くんですよ、うん、僕はもう選手や、もちろん選手だったんです、もう守備なんかしたくないんですよ、ね、ボールも持ってたいですし、ボールも出たり守備しなくていいですし、やっぱり自分が点取りたいし、チームは点取りたいでやってきたんで、でも中にやっぱり守備が面白いっていうやつもいたりするんで、まあもちろんその守備面白いけど、じゃあ試合に勝つためにどうしたらいいのみたいなことを聞くと、やっぱりゴールって言うんですよね。じゃあ攻めようと、まあバランスを崩してとかそういうことじゃなくて、自分の中で行けるときはもう行くっていうのを出していっちゃうっていう話は、まあ本当に去年ぐらいからするんですよね。だから誰かが行って埋めるのは別の人なん で,、うん、でそういう意味でのつながりは欲しいですけど、まあ、それはもうあるんで、多分だからコウスケとかそれこそマチもそうですし、ウィングバックの選手もそうですし、もうそこがまだまだ弱いって、僕からしたらゴールに対して多少乱暴でもシュートまで行くとか、例えば自分が状況良くてパスもらえればその状況作れんのにパス来なくて黙ってるとか、いや欲しかったら言えよみたいな。だ今のさ話なんか聞いてると、俺ね、日本代表ってさ今すごいじゃない、はい、すごいけど、例えばじゃあ日本代表のじゃあ左サイドが今もう長友がもうキャリアでしょ、はい、で今ちょっと左サイドで出せばすぐ代表になれるぜ、はい、もっと左で構えてさグワーっていってカー上げてくる、うん、そうですね、それの1試合に3本4本見せられたら、はい、ちょっと試してって。いや、まあ、そうやと思うんですよ、そんなもんやと思うんですよね。なんていうんですか、もう匂いを嗅ぐじゃないですけど、今やみたいな。あのほら左サイドいいじゃん、畑か。はい。いけるだろう、もっと。いや、まあ、いい、そうなんですよね。うざーって構えて、いつもあの相手との間でこうさ、何、50-50のところで構えるぐらいの位置してさ、もうすり抜けていっちゃえばいいのな。迷えたらいけって言うんですけど、パス探しちゃうんですよ。なぜゴール行かないっていう話を。ああ、後ろは。何回したか、なぜ探すっていうね、はい、怖いのかな、なんかというか、やっぱり大事、まあ、意識がないんですよね、あの受けて自分はクロスとか、奪われないパスとか作りもうで、いやゴール空いてんで、多分キーパーいなくてもシュート打たないですよ。
見てないから多分そんなレベルなんでちょっとずつ良くなってますけど、いや良くなってるよ、見てたから。だからもっとそのお前のストロングそれやろって、毎試合毎試合そうやって送り出してます。ニコって笑うのはいいけどなでも性格はもう間違い、性格っていうかマインドは間違いないやつなんで、あの間違いなく伸びていくと思うんで、そこはうまくこう手助けしながらやっていかないといけないなと思います。俺だったらもう毎日あいつのあのお尻ともも触ってこんなにいいものついてんだぞって言ってやるな、ケツもパン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 って。俺の見てみろお前、こんな細くなっちゃって、お前なんだこれでいくらでもいけたろって。間違いないですね。俺ったらもうすぐ代表に行かしちゃう。俺それちょっとやってみます。俺3日間だけ行ってやるよ、もうみんな代表に送るんだおいいいっすか、ちょっと。おだってマスロバルだって武藤とかよ、そうですね、そうですね、うっざだってもうどうしようもねえ試合中であれやられたらたまんねえけど。武藤さんはそれでね、あそこの地位を確立できますからね。そうです、もうね、それは本当その通りだと思います。本当そう思うんだよな。だからああいうの大事なんだよな、インパクトってね、バランスの良さかもしんないな、人間的なね。そのサッカーの上でも、さっきは攻撃って話したけど、もちろん守備に長けてるし、ボランチでサッカー見てるしね、前が知らないわけじゃないから、ずっと後ろからこう見てきてるわけだから、やっぱこれそれはバランスだと思うね。今攻撃、今中盤の守備、後ろ、じゃあそれをゲームの中で90分どうしていきますかっていうのはもう経験で、ここしのがなきゃいけねえとことかって、そういうのはもう分かってるので、だから一つの指導法でこうだ、前からプレスだとかなんだっていうだけでサッカーって終わんないじゃん。そうですね、ね、はい。この間代表でも松木さんが言ってたじゃん、なんかいろんな中盤で、いやそうじゃねえんだよっていうのは、あれ読売クラブのもうフィーリングがもう出ちゃってるわけあいつらあれさ、もう少しなんとかなんねえみたいな。わかりました。ただ今はそういう雰囲気のチームじゃないよね。今はね違いますね、みんなうまいけど、みんなうまいけど、まだ頑張ってるが強いもんな。そうですね、本当その通りだと思います。まだ頑張って、じゃあ俺ね、湘南とやるときはどこのチームも嫌だと思う、はい、あの頑張りが、はい、でもその頑張りって本当に嫌なんだけど、最初に言った結果が伴ってこねえと、まあまあこっちも耐えとけば、まあ残り OK 大丈夫、耐えられっからみたいな。いや本当その通り、そういうことなんだよ、なんかそれって腹立つよね。いや本当その通りなんでも今の考え方としては、相手がこう嫌がってくれてるのがすごくわかるんで、それを全面的にまず出したいっていうのが一つ、まあ、ポイントとして、なんか変に色気を出してそれをこうちょっとやめて、あもう失敗するからな、違う方法というよりかは、もう全面的にそれを、もう相手が嫌がってるのなんてもう分かってる話なんで、それをもっと選手が自信を持ってほしいなっていうのはあります。いや、もっきり自信持った方がいいよね。相手によってはやっぱりまだ受けに回、考え方が受けに回るところがあるんで、いやそうじゃねえぞと、もうやってることは間違いなく向こうが嫌がってるからっていうのは、もうどこのチームとやってもある程度はあるので。でも手応えとしてそれあるでしょ、もう自分むちゃくちゃあるんですよ。あるでしょ、うん、本当にむちゃくちゃあるんですけど、やっぱりこう結果が、じゃあ実際今まで僕が監督になってそんなに勝ててない中で、まあ、こっちはその手応えと期待を込めてやり続けるスタンスあるんですけど、やっぱり実際選手がやり続けるのって簡単じゃないと思ってますし、一番こう難しいところっていうかのはすごく感じてますね。でもすごいあります、それは。これ今の現状プラス自信っていうものが転がり込んできたら、自分たちで引っ張り引き寄せてきたら、大きく変わるから、変われる。いや俺はもう劇的に変わっていくと思います。あ、本当、はい。まあ、日頃の、わかんないですけど、日頃のまあ選手の顔であったり、選手の取り組みであったり、まあ、それこそ本当に関係性でまあ良くなっているところを考えると、もう本当に今の J リーグでもまあ5位って言ってるんですけど、5位以上って言ってるんですけど、全然可能性はあるんじゃないかなっていうのは正直嘘でも何でもなく思ってたりするんですけど。じゃあ我々はそれを期待してていいのね。期待してほしいですし、期待に応えないといけないとは思ってます。スタンドの上から、おー、サタシャー、それでいいです。ゴイライダーだー、それ全然それでいいです。セバラーとか言っちゃっていい。もうそれがちょっと出てきたのもありがたいです。5位以上目指してんのやろ、なんなんこれっていうのが普通じゃないですか、多分今までやったらまあしょうがねえかとか、あると思うんですけど、そうじゃなくてその期待感をみんなに持ってもらって、それに対しての責任を背負ってゲームをやるっていうところが出てきたので、
あとはそれに本当に僕自身が結果として示すかどうかのところだと思ってます。そこを期待しながら、ありがとうございます、待っておりますから。ありがとうございます。メールで暗くなんねえようにな。はい、大丈夫です。やっぱとかって大丈夫です大丈夫です